震災に絡んだドキュン返しです。被災した人に暴言を吐いてますので、耐えられない人は見ないでください。私の父と祖父母、親戚たちは阪神大震災で亡くなりました。生き残ったのは、私と母と妹だけで、母は、怪我が元で体が少し不自由になりました。それでも、母は、必死で働いて、私と妹を育ててくれました。県外に就職してから、旦那と出会い結婚しましたが、琴音は、ことあるごとに、私を、母子家庭の子、障害者の子、貧乏小食の子とから飼いました。そして、父親のいない子で、母親は、障害者のくせに、結婚するなんて信じられないと笑い者にされました。ずっと我慢していましたが、ある日琴音が被災者のモノマネと言って、私の父の死に真似をやりました。それ以降、私は琴音と口を聞いていません。そして現在、今度は琴音が被災しました。琴音旦那さんは亡くなり、琴音義実家も亡くなり、琴音は家と財産も失いました。震災前に琴音は亡くなり、義実家ももうないので、小学生と中学生の娘二人抱えて大変だから、避難させてくれと旦那に土下座されました。私は、承知して、琴音と琴音子たちを迎え入れました。そうして琴音たちがついた日の夕食時に、ある録音を聞かせてあげました。隠し撮りしておいた琴音の暴言です。それから琴音子たちに言いました。琴音子ちゃんたち、てなし子になったね。もう結婚できないね。小食の子だから、夜の店で売りしなきゃならないね。父親いない子は、そうやってお金稼ぐんだよ。汚いね。でも、今すぐ自殺しちゃえば楽になれるよ。天才で親が死ぬなんて、前世で、すっごく悪いことしてたからだよ。お父さん死んだのあなたたちのせいだよ。最低だね、早く死ね。たくさん言った後、琴音子ちゃんたちのお父さんの死に真似やりました。旦那と琴音に止められたけど無視してやって、泣いてる琴音子ちゃんたちに、これ全部、あなたたちのお母さんに言われたの。おばちゃんのお父さんが阪神大震災で死んだって聞いて、あなたたちのお母さん、毎日、こうやっておばちゃん笑ったの。あなたたちててなし子で、人手なしの子だよ、大嫌い。そう言って家を出ました。緑の髪も置いてきました。旦那と離婚します。旦那には大事な血縁でも、私には、仇とその娘たちなので、慰謝料請求されて、こっちが有責で別れることになりそうですが、それでもすっきりしました。子供に罪はないけれど、私に罵倒されるより、娘に軽蔑される方が琴音には効くでしょう。被災した方、大事な方を亡くされた方々すみません。です。慰謝料請求されるの？だって、あなたが同じこと言われたんでしょ？絶対払っちゃダメだよ。ちょっともやもやしたものは残るけどスカッとしたぜ。まさにドキュン返し、あっぱれ。それだけのことを言われていた妻に、慰謝料請求とは、旦那腐ってるね。自分だったら、慰謝料請求を不服として裁判します。こういう理由で、同じことを琴音に言い聞かせましたと証言します。と言ってみたり、ご近所に根回ししたりしたい。そうだね。震災直後と何年も経ってからじゃちとひどすぎる。慰謝料払って終わりにしなさい。お疲れ様。慰謝料請求されるのはおかしいよ。確かに、被災したばかりの人にやることじゃない。そういう意見もあるだろうけど、最初に聞くに耐えない暴言を散々さしたのは琴音の方。聞かせたのはその録音なんだから。絶対、戦って。あなたは何も悪くない。戦ってもいいかもね。旦那がきっちりガードできないから、そういうことを言われたわけだしさ。向こうは、一円だって、欲しいところだろうから必死でやってくるだろうけど。だからこそ、一円も払わないのがいいと思う。録音持って病院行って、こんなことを言われて悔しかったけど、それを、何の罪もない琴音子にぶつけてしまった。自分が狂ってるんじゃないかと恐ろしくてたまらない。って、診断書出してもらったら？精神状態によっては、暴言だって情状酌量されるだろうし、琴音の暴言たすそれを止められなかった、妻の心の闇に気づかなかった旦那で、逆に慰謝料請求できそうな気もするけど、無理かな？旦那がバカだろ。
今まで何を見てたんだろうな。仇と認識して憎んでる相手と一緒に空間に住むなんて、どんな非常時でも無理だよな。辛かったね。でも、旦那に慰謝料払うことない。気持ちが落ち着いたら弁護士探してみてはどうかと思う。今回のことで琴猫たちを傷つけた分、あなたも傷ついたと思う。頑張れ。まさかとは思うけど、請求されるままに払うつもり？自分も同じことを言われ続けて鬱積があったところに、震災で過去の自分と同じような状況に陥った琴猫たちがやってきて、つい抑えきれなくなりました。よよよって泣きなさい。 PTSD が発症したんだよ。状況そのまま相談すれば、PTSD である旨を診断書で出してくれる医者もいるはずだ。有責になどならん。その録音されたものっていうのを聞かせたわけだよね。それが残ってるのに、どうして慰謝料が一方的に発生するの？そういうことを言う琴猫を家に連れてきた旦那こそ慰謝料だよ。琴猫たちの前で琴猫の録音を琴猫に聞かせて思いをぶつけた。このような仕打ちを受けながら琴猫を受け入れた旦那を信頼できないと主張すればいいと思う。離婚にも関わる問題だしね。戦う姿勢を出すことで仕打ちが周知のものになるが、どうするかを旦那に聞いてみればいいのでは。家を出る羽目にさせた旦那に慰謝料払うって、435歳、優しすぎる。壮絶だ。被災して親亡くした子供に、かつてそうだった人がやるってのがもう。でも、私には悪いと言えないわ。それだけのことして、当然の仕打ちだよ、琴猫のやったことは。この人をここまで追い詰めた琴猫の罪だよ。それと琴猫放置した上に、この人にとどめの一撃食らわせた旦那も罪だ。琴猫が子供たちに暴言投げて、旦那がセッティングしたのと同じだよ。読んでるうちに泣けてきた。子供に対する罪滅ぼしのつもりなのかね。それでも払う必要はないと思うよ。綺麗に縁切りしてあげれば十分だよ。たった一回しか言ってないんでしょ。琴猫のように何回も何回も言い続けたりしてないんでしょ。なんで慰謝料払ってしまうの？むしろ請求してもおかしくないよ。琴猫、天に向かって吐いた唾がようやく落ちてきた河原。親の因果が子に報い。子供たちはかわいそうだけど、因果応報ってこういうことか。報告者です。読みました。まさかこんなに温かい言葉がいただけるなんて思いもしませんでした。罪のない姪たちに取り返しのつかないことをしてしまって、吐き出しと、誰かにお前が悪いと言ってほしくて書き込んだんです。本当にごめんなさい。それから家は出ましたが、旦那からは慰謝料は請求されていません。請求してるのは琴猫です。されて当然の立場なので書きました。旦那は帰ってこいとメールを送ってきますが、もう一緒にいる理由はないので、別れる決心は変わりません。私たち夫婦には子供がないので、旦那には、姪たちの保護者になってもらいたいです。ただここを読んで、私が有責なのは姪たちに対してだけで、琴猫と旦那には頭を下げる理由はないと思えるようになりました。姪たちには、何かの形で援助するつもりですが、旦那と琴猫には一文も渡しません。もらう気もありませんが。ただ、もう顔を見たくないんです。本当は、琴猫たちが来る直前まで、琴猫にだけドキュン返しをするつもりでした。録音用意していたのはそのためです。録音聞かせて、あなたの可愛い娘たちはテテナシゴになったよ。あなた自身がそう言ってたんだよ。そういうつもりでしたが、顔を合わせた時、琴猫に援助を頼まれ、あなたならこの子たちの辛さわかるでしょ。同じ立場なんだよ。そう言われた瞬間抑えられなくなりました。今更ながら後悔しています。でも謝罪は姪たちだけにして、琴猫と旦那とはきっちり戦うことにします。こんな人間の言うことを聞いてくれてありがとうございますです。琴猫が慰謝料請求。自分が同じような立場になってもまだ自分のやったことがわからないんだな。どこまでもクズだ。いいよいいよ、435は悪くないよ。よく16年も我慢したね。頭が下がるよ。私なら、暴言を吐かれた16年前に離婚するところだ。
土下座しようが、てめえの妹の言動を強制するまで咎めないクソな夫と、人皮人のことめなんざ自分の視界と人生から抹殺しろ。めいに、金銭の援助もいらないよ、つながりが残るだけだよ。むしろ、自分の母親がした人でなし行為を目の当たりにできたから大人になったら理解するだろう。弁入れて戦いなよ。頑張れ。